一番お作り盛り合わせを作っていきたいと思います。はい、今度はゼンマイを作っていきましょう。わらびとゼンマイっていうのはやっぱり山菜は似てますから、切り方ですね。繊維があるから、ここが縦繊維、これが縦繊維、だから縦繊維は細工はできません。これが縦繊維で、包丁を入れるのはこの横、繊維を切るような感じ。簡単に言うとこう、リズムよく刃物骨切りをするような感じで、刃物骨切りも後々刃物買ってから教えたいと思いますけど、不安なことができたらプレゼントしてください。はい、じゃあ今度はゼンマイを作っていきます。さっきはキムチだったんだけど、やっぱり好み、酒飲みはたくさんいろんなのを食べた方がいいと思います。野菜とか食べてないやつだから、まああっちに固まったからこっちはいいだろうって、こういう適当な思いで料理を作った方がいいと思います。でこれにシソの葉をあんまり好きな人もいるし嫌いな人もいるから4枚ぐらいにしておきましょうね。裏と表、裏だからこっちは表にしよう。まあ、結構こう間隔は大きめに開けてから上の方からじっくりじっくり巻いていきます。こう巻いては伸ばして、巻いては伸ばして、こう上投げるようにしたら伸びますから、巻いては上に伸ばす、こうやってどんどん、まな板の上の巻いては上に伸ばす。見ましょうね、3等分、この3等分って言ったんだけど、僕の3等分で目安ですから、こういう感じですけど、これは上にします。くぼみになりますね。じゃあこれも準備しておきます。じゃ今度はトロロ昆布をこのぐらいの大きさですね、このぐらいの大きさに切ってまず食べてみましょう。おいしいけど、これをまたさらにコーティングさせます。コーティングですね。でまたもう一本もコーティング。だいたいイカ料理っていうのは細工しやすいんですよ。細工しやすいから、こういう飾り付け、相性のいいもの同士の飾り付けも工夫しながらやってもいいんじゃないですか。本日の営業は終了しました。またご覧ください。